いこと、おかわいいこと。やれやれだぜ。やれやれだぜ。ドバーン。どうも、空城中川翔太郎ジョースターです。で。さあ、それじゃあちょっと4人でゾンビの動きやっていただきましょう。どうぞ。こういう感じ。オープニングのゾンビ。ちょっと待ってくださいね。オープニングのゾンビ。本田さんはもうおばあちゃん、はい、ね。この人はノリノリ、はい、で、ともぐいぐるぐる、あのね、0点です。で、あのね、あのね、トラブルで工事が遅れてるの。あのね、あのね、アニメ絶対見てほしいの。よろしくお願いします。お疲れ様です。で、あっかりーん。はーい、あっかりーん。やばいよね。で、ふーたろーくん、上杉、起きなさい。上杉さん、起きて。します。竹田つよ、起きなさいよ。あやな、竹田あずさ。竹田ちゃん、起きて。素晴らしい。で、あ、当たってるんだが。あ、あ、いちかのエッチ。なんでだよ。ひょっとして見たいの。な、いちかのエッチ。違うって。エッチ。はい、頭おかしい。で、マフラーを巻いてくれてありがとう。マフラーを巻いてくれてありがとう。いやー、ヒロインだな。何度でも巻くよ。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。どうですか。やってやったぜみたいな顔して言うな。クリスマスプレゼントくださいよ。お願いします。東京特許許可局長官供給許許可休止です。イエーイ。東京特許か。いきます。はい、東京特許許可局局長許許許許許特許許可学科。学科言ったよ。学科言ったよ。東京特許許可局許可局長。かわいい。東京特許許可局許可局長。おー、やったー。役の天宮空です。よろしくお願いします。お願いします。何そのポージング。課長風月だって。課長風月ポーズです。ねえ、引き早くん、いつか私を助けてね。いつか私を助けてね。いつかと言わず今どう。さあ、早見さん、何と答える。引きがやくん、あなたの言い方嫌いだわ。どうでしょうね。そで、あん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 、あの子がいたや、あの海越えて、頭の明かりは愛の証。もやして焦がしてゆらゆら、もやして焦がしてゆらゆら、焦がしてあんあんあっちんてあんあん、うらゆ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 ら。ごめんなさい。で、
私の正体はロボ超人なんだ。まさか、あれ？俺はファイティングコンピューター、ウォーズマン。俺の素顔を見て笑わなかったのは、とても嬉しい。あ、ちょっと笑ってるね。いいえ、笑ってません。で、こちら、オーストラリア。じゃなくて、まずジャンプして、着地、じゃなくて、着地してジャンプ。着地って、うわこっちだわ、白瀬さん。白瀬さん、頑張って。取り直せるから。よろしくお願いします。で、貴様、本当の名は何という？ジュゲムジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚の水魚松ウンライ松フライ松クーネルところに住むところヤブラ工事のブラ工事パイポパイポパイポのシューリンガンシューリンガンのグーリンダイグーリンダイのポンポコピーポンポコナーの超救命の長助。問題です。ドラコーンの正式な名前は小野大輔くん。ジュゲムジュゲム五行のすり切れカイジャリ水魚の水魚松ウンライ松フライ松で、また名指しこのこうなったら意地でも見てやる。うなれメガネックパワー。うなれメガネックパワー。ほほわー、目玉飛び出そう。でも我慢我慢より下で、あなたはやればできる子なのよ。で、なんだよ、何もないのか。水島先輩がさっき教えてくれた。この21年後ハゲ。なんだその微妙に予言チックなバトン。ざま見ろこの21年後ハゲ。21年後ハゲ。ざま見ろこの21年後ハゲ。いいのこんな感じ。ざま見ろこの21年後ハゲ。ざま見ろこの21年後ハゲ。で、光栄に思えよ、ザ・シュ。はい、イエイ、黙れザ・シュ。血を這うウジ虫風情が誰の許しを得て表を上げる。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。誰よりも興奮しちゃいました今。で、大帝の粛清。これがキルサンダーの魔力、サンダーボルト。こっちまで。エンタメ界の雷帝、参りました、はい、雷帝の鉄槌。ありがとうございます。こちらアフレコ現場でも僕の目の前で毎回していましたね、雷帝の鉄槌。あ、懐かしいです。で、34 35 36 37 38 39 40。はい、お疲れ様。腸腰筋にビリビリきてる。これを続ければお腹周りがスッキリするよ。17。あー、どんどんいく。18。すごい。あと5 4 3 2 1。そこまで。よし、すごい。21回。せーの、ナイスバルク。で、じゃんけんポン。あっち向いてホイ。これが本当のあっち向いてホイよ。じゃあ、いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。あっち向いてホイ。そっち向いちゃいよ。そっち向いちゃいよ。で、どうぞ、もんじゃです。おお、もんじゃか。批判するなら金をくれ。銀玉はですね、とにかくスポンサーがつきづらい印象があります。そりゃそうだ、食品会社なんてついてみろ。それ食べてウェーって吐いて、おいスポンサー様のものになんてことって、銀ちゃんこれスコンブの方がうまいあるって絶対やるから。で、照れてるんですか。おかわいいこと、照れてるんですか。おかわいいこと。で、
ほんと壮絶なまずさだったわ。だろ、煮干しのいちごジャム和え、いただきます。ドイツロさん、あ、ダメこれ本当に。